寝屋川市立第9中学校は大阪府寝屋川市高柳4丁目にある公立中学校。1978年4月1日に市内9番目の公立中学校として開校した。高知はかつての松下球場跡地に立地している。高区は一部商業地域を含むがほぼ住宅地となっている。校区内の小学校と連携し、 小中一貫教育の研究に取り組んでいる。義務教育9年間を見据えた教育を研究し、英語科小学校英語活動、及び算数、数学科でのカリキュラムの研究、生活指導、生徒指導での連携、地域との連携などに取り組んでいる。英語科数学科では少人数指導の実施などを行っている。また、寝屋川市立第9中学校移動美術館として、 美術授業で制作した生徒の作品を地域の神社や駅、商店街などに展示する取り組みも行っている。岡山県三正市立大原中学校及びアメリカ合衆国バージニア州、ニューポートニューズ市、クリテンダンミドルスクールと姉妹校協定を結んでいる。年表交通アクセス電車バスコーク象徴硬九1979年12月7日に効果の発表がされた。 作詞、犬井みのるも大中学校教諭作曲、泉拓日本の作曲株部活動2021年度。ありがとうございます。